エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーでーす。7月に入りましたよ。ここずっとですね、雨が続いてて、昨日も結構すごかったんですよ。もうニュースもずっと雨のことばっかりだったし、スマホもですね、警報がっていう感じでずっと鳴るんですよ。つかの間の曇ってはいますけど、雨は全然降ってないんで、車についてる外気温の数字が33度とかになってますね。めっちゃくちゃ暑いです。そんな中ですね、また熊本城にやってきました。今回また一人なんですけど、キリトがですね、予定をどうにか合わせようとしたんですけど、結局合わなくて、会えるとしたら中旬過ぎてからっていう返事が来たので、あ、結構先になるなと。でもそんなこと言ってたら、月末なんてあっという間に来ちゃうんで、もうそっちの方に集中したいんですよ。水木奈々さんの熊本ライブ。エルちゃん。雨も降ってないんで、一人でやってきました。なんかこの間も同じようなこと言ったんすよね。もう一人で来るの寂しくてですね。しょうがないんですけど。なんで今回来たかっていうと、前回熊本城に来ましたって言ったのって、T シャツが欲しいっていうので来たんですよね。で、今日これ下に T シャツ着てるんですけど、その日家に帰ったらですね、何か届いてるんですよ。なんだろうと思ったら、復興常駐の感謝状がやっと届いたんで、お城の中入りまして、寄付をされた方の名前があるらしいんで、キリトも丸も誘って一緒に行きたかったんですけど、どこまでが撮影していいかっていうのがやっぱわかんないんで、写真撮るだけになるんじゃないかなと思うんですよね、中は。まあ俺もまだ全然見てないんで、どんな感じか楽しみにしていきたいと思います。エルちゃん、いやーもう暑いぞ。前回来た時と同じ駐車場に停めてるんですけど、城西園のところがいっぱいだと思うんすよね。城西園、前回はスマホが新しくなったって言ったんですけど、今回ジンバルも新しくなりまして、今までが DJI のやつだったんですけど、今回からですねインスタ360フローに変わりました。エルちゃん、買ったアイス一瞬にして溶けてですね、ボタボタになっちゃって。エルちゃん、このジンバルの問題が分かりました。置いてから使う分には最高なんですけど、ちょうど電源ボタン触っちゃって、これで撮影してる途中にパツンって切れちゃいましたね、電源。ちょっとこれは使い慣れないと難しいかも。熊本城来たことある人だと多分この気持ちわかるし、来たことない人だと通じないと思うんですけど、いいですか。これが2箇所あるんですよ。結構来ますよ。熊本城、じゃあ中に入って見てみましょうか。本気で太陽も出てきて、セミが鳴いてる。昨日の草のようだ。突撃。
エルちゃん。エルちゃん。アナウンスが、あーしまったっすね。武将隊の見ればよかったかな。天気ね、春悪かったからさ、めちゃくちゃバタバタ、なんか思ったより普通に綺麗だから、通路とか多分バタバタ、これは3じゃないかな、ね、え、この時間に乗ってから増えてきたぞ。はい、さよなら。はい、ということで今日も暑いございました。エルちゃん、はい、今帰ってます。もう途中から太陽も出てきてめちゃくちゃ暑くて、とうとうこのモノノフの力のタオルをですね買いましたよ。もう無理、タオルがないと絶対無理な状態だったんで。でも本当観光客が多かったですね。ついて最初の方は全然だったんですけど、もうあっという間にわーってなっちゃってすごかったです。今回の目的だった寄付をした人の名前が見れるってやつがですねバッチリ見れたんで良かったです。タッチパネルとモニターがあって、名前を入力して、ただそのモニターに復興城主ナンバーいくつの、ね、名前が出るだけかなと思ったんですけど、思ってた以上に良かったですね。久々にお城の中に入ったんですけど、写真を撮るのもですねなかなかこう人がいっぱいいるとですね撮りづらいじゃないですか。なんでもう天守閣に登っても動画はちょっと撮れなかったですね。年配の人たちや海外の人たちだけかなと思ったら、若い子もですねいましたね。年配のおじいちゃんがですね天守閣まで登ってこられたんですけど、第一声が、あ、俺無理、高いとこ無理って言って、そのままムーンウォークをするかのように下がっていきました。ということで今回の動画はここまでです。次回も見てください。これにかかってこい。